ちょっと早くできた。ちょっと早く帰ってくれました。最後まで。なんかスマホ曲がってるんだけど。スマホがなんか曲がってる。暑い。激暑。でやばいです。でレッスン行くときいつもメイクしてないからさ。今即席メイク。ポロシャツはなんか去年ユニクロで買ったやつ。ついもさ伝わる汗でさ前髪がさぺっとりなの、やばい。そう帰ってきたばっかりです今。なんでこんなぐちゃぐちゃなの？やばくない？前髪。明日ね、明日どうしようかな。そうなんよね。3時間あやばっ、ほんとじゃあ決めたら書いておきます。あそこになんだっけ、プロフィールに書きますね。お疲れ様だった、ありがとう。そう広島公演前だからね。そうなんですよ、今めっちゃ爪固めの時期で、ね、そうめっちゃ大事な時期に。いやあそうブログね、そうブログね見てくれました？今日ブログ私の日だったんだけど、ちゃんと出てたかな私の名前で。名前間違ってなかったかな。ブログ見てくれました？更新されてました、リーチブログ。たくさん写真つけたんよ、いつもあんなに写真つけないけど今日はたくさん写真つけました。30分になったらさ君好きのリベンジさせてください。うん、配信終わったら読んで、ありがとう。感想書いて、本当に感想まで書いてくれたんですか、嬉しい。そういっぱい書いたから、ね、広島への気持ちも書きましたので、ぜひぜひね読んでいただけたら嬉しいです。写真もたくさん載っけたから見てね。いつも写真さ2、3枚もあげないか、ほんと2枚3枚ぐらいしかあげないんだけど、今回は5枚ぐらいつけた気がする。ね、じゃあハートじゃないや。ね、お返事もありがとう。さくっちさんお疲れ、ちです。はじめまして、さくっちさんこんばんは、藤井理恵です。ゆっくりしてってください。夜になると電波がよろしくない。え、また？また電波悪いの？ブログ要チェックでお願いします。やばい、エアコンつけたのにさ、もう暑すぎて耐えられない。
全然まだまだ激アツなんですけど、配信終わってから、うん、そうだね、配信終わってからじゃあまたお願いします。うん、ありがとう。あ、クックさん、だるまさん、たくさんありがとう。リーチ画像フォルダがいっぱいになります。え、ほん、そう、さっきメールもあげたからね。今日メールまだいつも送ってなかったから、さっき送りました。届いたかな、まだ届かんか、どうなんだろうか。コレクションが増えそうですね。なんか結構思いました。あ、浦部さん、ココナッツありがとう。に首ったけでつけてくれたら読みに行きます。そう、リーチに首ったけぜひぜひ使ってたくさんつぶやいてください。これパジャマじゃないんですけど、これパジャマじゃないよ、これレッスン着にしてたんよ。あ、メールも届いたんだ。そうなんね、よかった。マッツさん、星さん、たくさんありがとう。タイムファイヤーさん、フォローありがとうございます。こんばんは、はじめまして、はじめまして、来てくれてありがとう。マッツさん、アロハもハイビスカスもたくさんありがとう。待ってね、君好きを探すよと。もうちょっと長い時間でやりたかったけどね。暑い。あれ、ありました。あ、じゃあリベンジします。昨日途中で切れたから、今日は切れないことを願って。大丈夫かな。こっちつければいいか。始めるぜ。時間
ありがとう。わあすごいミラーボールたくさんありがとうございます。ありがとう。楽しいね。ね、昨日君好きさ途中で切れちゃったんですよ。だからねまた歌えてよかった。ありがとう。探してみよう。ありがとうホグマンさん、楽しかった。君好き楽しいです。踊るのも歌ってるのも楽しい。ありがとう。馬太郎さん、馬馬ありがとうね。今日は最後までできた。君好きよかった。電波も充電も元気そうなのでよかったです。パチ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 、ありがとう。ハフマーさん、あ、たくさんミラーボール本当にありがとうございます。ね、音符もたくさんありがとう。大好きよろしくよろしく好きなんですね。よろしく持ちネタになりました本当に。なあ、あともう一曲ぐらい歌いたいなと思ったけど、あ、やば。そうで歌どうなんだろう、分からん。でも声は小さい気がする。レッスン動画とかでさ自分が歌うパートのとこ聞くとさ、レッスンの時はマイク使わんからさ生歌じゃん、生歌っていうかあの本当に自分のその歌だけじゃないですか。だからめっちゃ声小さーと思う。マッチさんたくさん可愛い、ありがとう。せマッチさんもハートたくさんありがとうございます。パチ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 、あ、石剣マシンさん、たくさん音符ありがとう。タラタタタラタタタタタンタラタン。無謀さ歌ってみたいけどさもう絶対さ音程合わない気がしてちょっと怖いんよね。ちょっと迷う、無謀を歌うのは怖いけど、あんまりめったにカラオケ配信しないしやってみようかな。でもペダルもあるんか、え、ペダル歌いたいけどペダ、うん、どうしよう。ペダルと無謀どっちがいいと思う、生活どっちの声。迷ってる、ペダルか無謀かどっちを歌うか。チャレンジャーである、確かに。じゃあ無謀、怖っ。でもペダルも無謀もどっちも同じぐらい難しい気が。今 Wi-Fi 切った。でもなんかいつもペダルは最後に歌うイメージがあるから、行ってみよう。で
電波大丈夫そう？なんかまた電波悪い感じがするけれども大丈夫かな。あ、いけそうだね。電波大丈夫本当に。とりあえず行ってみましょうか。電波やばいよね絶対。君の目の前には無限が横たわる。銀河を飲み込んだ夜明け前の海。どんな勇気出せば渡れるのだろう。遥かな大陸よ、本当に存在するのか。見えないものほど見たくなるんだ。自分のこの目で確かめたいだけ。誰かの受け入れじゃ意味なんかない。高さは向こう見ず、無謀な夢は覚めることがない。まぶたの裏ずっと焼き付いてる。叶うことのない願いだからこそ手を伸ばし続けられる。希望という名の言い訳しながら、そんな低い星を見てどうする。愚かな奴だと笑われたって。行ったことない世界へ Go ahead。まだ流れていない涙に怯えるな。未来の悲しみは後で泣けばいい。残された時間を考え始めた時、必死に目指していた想像の島が消えてゆく。遠くのもほど欲しくなるんだ。自分の力を試したいんだろ。自覚のもの中で妥協するなよ。いつかは気づくはず。無謀な旅で大人になりなよ。計画通りなんてありえないさ。トラブルだらけの遠回りだから夕焼けが美しいんだ。楽をするなと今言われたって、そんな説教聞きたくないだろう。もっと手堅い夢ならばいつもと同じ景色だ。 Stay up。道など選んだら負けだ。根拠はなくても自信があればいい。挫折の時には味わってみろ。人生は長い。無謀な夢は覚めることがない。まぶたの裏ずっと焼き付いてる。叶うことのない願いだからこそ手を伸ばし続けられる。無謀な夢を後悔するな。傷ついた分だけ強くなるさ。孤独な道で誰かと出会ってたくさんの愛を知った。もしも一度やり直したってまた同じ選択をするだろう。人は無謀な夢を見て
新しい世界を生きるゴーヘイ。なんか最後間違えちゃった振り。なんか結構途中途中振りを間違えてた。パチパチパチ、ありがとう。やったねやったね。無謀、意外となんか結構難しいかなと思ったけど、割といけたかも。あ、じゃあラストあと1曲歌おうかな。どうしよう、ペダル歌ってもいい。じゃあ30分、あと、もう、あ、もうあと10分しかないんか。じゃあ続けて歌わせてください。あ、そっか、先につなげんといけんか。違う歌歌ってるけど。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道を続いてる。もっともっと先へ。そろそろこの辺りで足をついてしまおうか。弱音を吐きたくなる。もうこれ以上走れないよ。僕たちの自転車はなぜに急いでいるのか。ただがむしゃらに理由聞いたとこで何になる。目指してるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンス遠ざかるもの。太陽は沈み星が輝いて明日もその道を照らすよ。次は生きることはペダルを踏み続けること。誰も苦しいものだ。自分のためだと答えは出どんな道のりも人生だ。ペダル漕いで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。
そう、入ってなかった。私も一杯の水好きだからね、歌いたかった。やばいからうん、そんなことないよ。うん、ね、安心しますか？安心する？カラオケ配信終わったらそんなジャイアンみたいなとこでしたタン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 、カラオケ配信ありがとう。なんてこちらこそありがとう。わ、今12位になった、ありがとうございます。みんなありがとう、本当に。あと3分だけれどね、寂しい。あと3分でさ終わったらさ、そう、せっかくランクアップしてもさ、このリエが配信できない2時間の間にさ、どうせ朝起きたらランク変わっちゃうよなんかそういうもんだって分かってたけどさ、ちょっとね悔しいよねあ、そういうことね、うまくいかない確かにね、前はちょっとねあれだったもんね。そうね、オーディションの時とかねそうねあと2分か、男女読まないですね、そろそろ。ちょっと待ってね。それでは男女を読みます。13位ユージさん、ありがとうございます。12位ユイチさん、ありがとう。そして11位ウラベさん、ありがとうございます。10位マモちゃんさん、ありがとう。から9位ショートケーキさん、ありがとうございます。8位くまねぼぼさん、ありがとう。7位ハイズさん、ありがとうございます。6位ノンタンさん、いつもありがとう。5位石剣マシンさん、ありがとうございます。4位ととみちさん、今日もありがとう。3位たつばらさん、ありがとうございます。2位ホフマンさん、ありがとう。そして1位はマッツさんでした。今日もありがとうございましたね、お疲れ様です。じゃあまた明日ね、タイムテーブル作っておきますね。そう、時間制限があるんですよ。もうバイバイですおやすみ、お疲れ様でした。ありがとうございました、楽しかったおやすみなさい、ありがとう。おやすみ、お疲れ様、ありがとうございましたはい、おやすみ、ありがとうそうね、ちゃんと今日はちゃんと寝ます。レッスンもあったのでしっかり寝ないと。お腹すいたおやすみちょっと気まずい時間